ちょ、木浪あげよう。まさかの5番木浪。まあ、この采配ができる勇気が矢野監督にはなかった。ごめんなさい。まあ、ここにね、ちょっと矢野監督に勇気が足りなかった。5番木浪という勇気を、なかなか5番を木浪にするという勇気。ごめん、してたらごめん。してたらごめん。もしかしたらしてるかもしんないけど、5番木浪にするという勇気。まあ、これがやっぱ阪神が勝つためのピース。サトテルと大山をまさか下位打線に持ってくるなんて。そこに勇気が足りなかった。見てるか、矢野監督。行くぜ。ええー。